さんお久しぶりです。もずくくんです。僕の一周忌ということでね、パパンが長崎に行って僕の精霊船を、流してくれました。精霊船はね、みんな自分の家でね、作るっていうね、長崎の風習らしいです。で、骨組みを作って長崎に行って、パパンのお母さんが、いろいろこうやってね、精霊船、僕の精霊船飾り付けてくれました。パパのお母さんのお父さん、ちょっとややこしいんだけど、お母さんのお父さんは大工の棟梁で、グラバー園のね、建築家、修復に携わったすごい方でね、それでお母さんもこういうのね、結構得意という。で、これ下に落ちてるやつ全部爆竹です。ね、爆竹流し終わったやつ。爆竹はね、こう、清める。道を清めるっていう意味もあるらしいですね。この場所はものすごいもう耳が痛くなるような、ビンビンするような爆竹の音が流れています。だから耳栓してる人も多いね。で、結構長いズボンとか履いてると爆竹で、焼けてしまったりするっていうね。結構激しい、精霊流しになります。でね、祭りじゃないんだけど、結構なね、祭り騒ぎでね、これ結構テレビの取材とかも来て、見てみて、僕ね、カメラで映されちゃって。で、なんとなんと、僕、テレビに出ちゃいました。で、生きてる時に出たかった、っつうのね。まあ、ありがたいよね、こうやって僕のことね、テレビに映してくれて、一方だけど。この精霊流しがね、長崎の人はお祭りではないと。精霊船を担いでる人はみんなね、悲しい思いで担いでるんだよって言うんだけどね。これね、まあうちは、思いっきりアピールパパしてるんだけど、長崎の人結構お祭り好きでね。でもこれは、お祭りではない。ね。亡くなった人をね、弔うね、行事であってね。で、ママはお祭りって言って、あ、やっちゃったなって思ったらしいのね。だけど、そのやっちゃったついでで言うと、このお盆の時期ってやっぱりね、そういう話題が話に上がるんだけど、ね、まあ、戦争はもちろん、ね、二度としてはいけないことだし、被爆地になった長崎はとってもね、大変だったと思うっていうね、話をすると、未だに、苦しんでる人はたくさんいるっていうね。ママはこう過去の話としてね、戦争であったり原爆の話をしてしまったんだけど、長崎の人にとってはこれは過去の話ではなくて、まだまだ続いているね、未だに苦しんでる人がたくさんいる話。で、身内でね、原爆手帳を持ってる人は一人は絶対にいるし、原爆病院っていうのもね、まだあって、被爆した人が苦しんでいるっていうね、過去の話ではないんだよっていうことをね、聞いて、これママまたね、やっちゃったなって反省したらしいんだよね。パパン、僕の精霊船をね、ちょうど僕と同じサイズで作ってしまって、最後ね、なんか僕を抱いているようなね、気分になっちゃってしんみりしてるんだよね。で、これ最後、結局、精霊流しといっても、海に流したりするわけではなくて、流し場と呼ばれる終着点まで運ぶんだよね。で、そこで精霊船を預けてお別れをするっていうね。
なんか2回もお別れを味わってるような感じでしみりしちゃうよね。ということでね、僕の一周忌で精霊流ししてもらったんだけど、ちょいちょいね、僕いるのでね、お家にね、また僕のこと皆さん思い出して、花ぺちゃチャンネルよろしくお願いします。じゃあね、バイビー。ほうきに乗るんだって。ほうきにスパイダーマンでしょ。あ、じゃスパイダーマンはね、ただね、なんかすごい、なんか行ったことないからわかんないけど、すごい楽しそうだよ。ビデオ見て、 YouTube でね、見ちゃったの私も。見ちゃったらなんか楽しみ減らない？それを体験したいやんか、うん、もうサマ行った気分になりたいからさ、ずっと見てたの、うん、いいな。無理やって、だからさ、2人分。